はい、皆さんこんばんは。鉄道総合館です。本日は JR 東日本中央線の東京駅に来ております。2025年3月から中央線快速電車に2両グリーン車が導入されます。今見ていただいている4号車と5号車にグリーン車が増結され、10両編成が12両編成になります。そのため今駅の構内放送で、この列車は10両ですといった放送や、グリーン車なしの案内放送がない車内の自動放送、こういったのはかなりレアになります。そして中央線快速電車からは、導入されたばかりの E233系0番台、こちらが最低でも1本離脱することがほぼ確定となっております。今回はこちらを詳しく取り上げていきたいと思います。では本日もよろしくお願いします。はい、では早速本題に入っていきたいと思います。中央線快速電車は2025年3月ダイヤ改正によってグリーン車が導入される予定ですが、そのグリーン車の導入の準備というのがものすごいスピードで進んでおります。もともと中央線快速電車は通勤車両という形で E233系が導入されておりますが、今まで導入された路線、グリーン車が入ってきた路線は近郊型車両です。中央線快速電車は通勤型車両になっております。この近郊型ではない車両に、グリーン車導入にあたってやってきた作業があります。これがトイレの設置です。なぜグリーン車にトイレを設置したから普通車にも導入しなきゃいけないかと言いますと、おそらくですが、今トイレを新たに設置する場合は1本の車両のうち最低1両は車椅子対応トイレがないといけません。グリーン車のスペースはトイレとしてはかなり狭くなっておりまして、グリーン車に車椅子対応トイレを設置するのはかなり困難になります。その関係もあってか、中央線の快速電車の普通車にグリーン車を導入することで対応を行ったと想定されます。ちなみにこの電車は中央特快大月行きです。昨年、今年、2024年ダイヤ改正より大月まで直通する電車が増えました。これもグリーン車導入の関係かと思います。できるだけ長距離を走らせてグリーン車に乗ってもらおうというのが JR 東日本の考えだと思います。そして導入されたばかりの E233系、この車両は平成19年に導入されておりますが、この頃に導入されていた中央線快速電車の E233系、そのトイレの改造が全くされてない編成が数本存在します。先日引退した209系1000番台2本とプラス T71 編成という予備として導入されたと思われる中央線快速電車の E233系、そしてもう1本改造されてない編成があります。 E233系でいうと2本、トイレがなぜか設置されておらず、グリーン車の連結の準備というのも全くされておりません。これはつまりこの編成はグリーン車導入後、中央線快速電車では走らずに青梅線、五日市線など
別の路線で走る、まあ、線内専用で走らすか、もしくはですよ、完全に中央線や青梅線と関係のない他の路線、E2333系を他の路線が必要としておりますので、その路線に転属となる可能性があります。もし2025年3月以降もその車両が中央線を走るとしたら、今の段階でグリーン車の連結の準備完了してないといけません。それからトイレの設置も終わってないといけません。それが終わってないということは、つまり3月以降は中央線快速電車で走る予定がないということになりますので、まあ自動的に引退が確定なのかなと思います。まあ、完全引退にはなりませんが、 E233系0 番台導入から今まで、まあ、南部線に1本出たりはしてますけれども、そんなに数は減らしておりませんでしたが、まあ、12両化で若干混雑の緩和が見込まれるため、それによって本数を減らしても問題がないと判断したんだと思います。現状中央線快速電車はラッシュ時おおむね2分から3分の間隔で運転をしておりますが、まあ、それが今後行われなくなる可能性もあります。ということで乗車していきます。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は中央線中央分解大月線です。現在地は神田、御茶ノ水、四谷、新宿、中野、三鷹、国分寺、立川と立川からの各駅です。次は神田、お出口は右側です。This is a 209 special rapid service train for Otsuki. The next station is Honda JC2. The doors on the right side will open. Thank you for traveling with us and we look forward to serving you again. 扉が閉まります。駆け込み乗車はおやめください。